来月から始まる世界水泳福岡を前に、今日税関や警察などがテロ対策訓練を行いました。訓練は税関の輸入貨物検査の際、爆発物のようなものが持ち込まれていたという想定で行われました。電化製品の部品が入った段ボールの中から不審物の疑いがあるものが見つかり、爆発物探知犬によって爆発物が確認されました。続いて通報を受けた警察官が周りにいる人たちを素早く避難させます。国際的なイベントをですね、イベントの機会を狙ったテロが懸念されているところでございます。水際で取り締まりを強化してまいりたい。来月14日に開幕する世界水泳福岡では、世界から多くの人が福岡市を訪れる見込みで、門司税関は警察や消防など各機関と連携し、緊急時には迅速な対応をしていきたいとしています。